若尾一平若尾一平大正2年9月7日は、日本の実業家、銀行家、政治家、貴族院議員、初代甲府市市長、16位。根塚一郎、天宮圭二郎らと共に、共同意識で緩やかな資本連合を持ち、中央経済界で影響力を持った公衆財閥と、呼ばれる、グループの一人で、若尾家はその中核にあたる。明治38年頃の、 若尾銀行、大正時代末頃の若尾本店海の国西郷里筋、財決家村に生まれる。成果は百姓で、父は若尾林江門、一平は長男。若尾一平の来歴や逸話などは、1914年に内藤文次領の記した伝記、電記若尾一平に記されている。10代の頃、江戸に出て、 大木奉行の清水新江門に仕えたものの、うまくいかずき京。一平は22歳の時、庭先に実っていた桃の実を見て、商売を思いつき、これを竹籠に積んで行商を始めたという。財決家村は、現七京と呼ばれる、甲府盆地西部の徒歩清水地帯で、一帯では、畑作の他面下やタバコの栽培が行われ、一平はタバコ、真綿、栗ン 篠巻などの産物を扱い、天秤棒を担いで、笹子峠、小仏峠をも超えて、甲府や江戸まで、行商の範囲を広げた。江戸では、内輪などを仕入れて、これを買いで売ったりしたが、笹子峠で追いはぎに襲われた上に内輪を雨で、濡らしてしまい商品にならなくなったこともあったという。その働きぶりを認められ、 駒郡小笠原村の七夜である若松新左衛門の娘婿となり詳細を認められた一平は当時傾きかけていた店を見事に建て直したしかし妻お立つと店の番頭である与作との不義を見てしまったことをきっかけに一平は大長を義父に預け店を出ることになってしまったという天秤棒を担いで行商の後交付で座敷化して商売するうち 40歳で、細田家より妻をめとりて初めて家をなした。海野国では、幕末の横浜開港以来、甲州や中江門ら冒険的陶器商が出現し、甲州物産の交易を始める。これらの冒険的陶器商は、甲府柳町の大田や佐兵など、伝統的な、甲府の富豪に加え、一平や風間七、八島英介など在方の信仰商人が台頭し、 甲府城下の商工名館である安政元年甲府買い物独案内では伊都市匠の信仰商人として一平の名が見られる。一平も安政初年に甲府城下の中心地である甲府八日町へ転居すると借金五十両を資本に織り物、木との中卸し業を始める。一平は横浜で外国人相手に木と水晶の商売を行い、 ヒート輸出の陶器で莫大な利益を得るようになった。1862年には、甲州島大との製造機を改良した、正式機械である若尾式機械を発明し製紙業にも参入し、工場を集め生成させたという。1872年に起こった大小切り騒動で、家や工場が焼き打ちにあい、また世界的には、 不屈戦争で、キートの値段が暴落したことなどから、静止業からは手を引き、弟の育造に財産を分与し、横浜で独立させ横浜若尾家として分家し、生糸問屋を営み、若尾財閥の一角となる。西南戦争では、俯瞰紙幣の売買をして、一角千金の義理を得る。明治維新後、若尾は、莫大な資金を、株取引に投入し、 1878年には、若尾両替店を開業して、銀行類事業務を開始し、第10国立銀行創立にも参加して、取締役に選任される。若尾は、山梨県の政財界において、多大な影響力を持っていたが、県令、藤村志郎の相談役で、第10国立銀行頭取りである、栗原信下の推進する。 食産工業政策に対しては反対意見を持っていたという。明治15年1月7日は第10銀行総会において、防易業振興のために設立された、高産者の経営破綻が問題に関して、役員改選を主張し、高産者への追加融資を主張する栗原の追い落としを行い、代わって東取に佐竹作太郎を選任させる。若尾は株を買うなら、 明かりと乗り物であるという考えを持つようになる。1892年にまず東京馬車鉄道を、ついで1895年に東京電灯を買収しこれを参加に収めるなど、公共事業に参入する。また、山梨県内においても、明治23年には、釜梨川に開国橋をかけて距離である、西里地域の交通基盤整備を行い、 駒橋発電所の建設や開国橋の建設費寄付、実現には至らなかったが、荒川上流での発電所建設計画などの社会貢献も行う。一方で、若尾は県政にも進出し、1889年には、市政施行された甲府市の初代市長に任命される。翌1890年には、貴族院多額の税者議員5000規則が交付され、 同年9月29日、貴族院多額納税者議員に任じられ、山梨県発の貴族院議員となる。この時の直接国税納付額は、議員中3くらいというものだった。貴族院議員としては、鉄道不設法の成立に尽力し、結果中央線の開通に貢献している。1894年8月20日に、貴族院議員を辞任した。 一平八十八歳の時、彼の米寿を祝って、甲府、あたご山奥に、彼の銅像が建てられ、その一帯は後に、若尾公園として、甲府市民の憩いの広場となったが、1955年12月に、山梨英和学院が買収し、現在は、同学院の敷地として校舎が建設されている。1九百八年に赤里をわずらって、既得となったが持ち直し、 九十歳まで観跡を、村上菊もについて学び、市川万安の書を手本に毎日通しに二千字ずつ、書くという日々を過ごし、芝居、講談、諸賀骨頭などには、一切趣味を持たず、客を好んで語を囲む生活を送った。九百十三年に死去。葬儀には一万五千人が参列し、中央線は参列のための臨時列車が組まれ、甲府市内の旅館は、 宿泊客で空き部屋が全くなくなったと言われている。若尾家家門先祖の若人を三郎は遠く拝源寺に仕えた部門であったが、新ン郎の代に中駒郡在結家村に住んで脳に返し、後年、シエリンエモンと歌われた学者も出した一族。若尾育造は、父、若尾林エモンと五歳との間に生まれた弟。一平の死後、若尾家は、養子の二代民作り、 ミシロ・キンノスケまで、公衆財閥の中核として栄え、山梨県の政財界において影響力を持つ。二大民作りは、甲府連帯の誘致において、土地を提供するなど尽力し、ミシロ・キンノスケは、自身も、郷土研究を行い、山梨県市の編纂事業を起とするなど、郷土への投資を行った、一平の代からの教育、文化面での功績が評価されている。 若桶けは1930年の昭和教皇の影響などにより没落する。ありがとうございます。